アーセナルもあんな強さになるまで3年かかったって言ってる人いたんですけど、バルサがチームとして完成するのに3年待たないといけないと思いますか？これに関しては、まあ、森を見て木を見ずみたいな感じですね。アーセナルの場合、戦力が足りないじゃないですか。まず不満分子になるような、ちょっとね、まあ、調子にお乗りになられてる感じのスターの人をうまく転がしながら、でもそれでも規律守れない人は放出して、で、若手が伸びるのを待って、そこにピンポイントで補強してってっていうのをするでしょ。バルサの場合は、あれ取ってこれ取ってみたいな。デヨング残してレバンドスキー取ってみたいな。そうそうそう。デンベレはね、覚醒させたと思うけどね。アーセナルが同じようにラフィーニャ取ってとかさ、ペドリが身を伸びてきて、ケシエも来てみたいな。だから、アルテタが同じ補強してもらったら、もっと復活早かったと思います。でも、チャビが揃えてもらった戦力って言ったら、アーセナルだったら、それこそ3年かかって揃えてもらう戦力だと思うから。それはちょっと、なんていうの、ね、チャビを守りたい気持ちが強すぎて、フラットに見られてないと思いますね。チャビ結構デンベレ頼りな感じですよね。そう。だから、それがチャビの持ち味だったら、それでいいじゃん。みんながみんな戦術家じゃないから。ってなった時に、チャビみたいな選手育てました。フェラントルス育てました。で、後ろはベテランと育ったバルテとかいました。で、そこに、好きにというか、思うようにやってきてって言って、で、横振りできなくてもさ、個人で崩したねとか言ったら。だって、チャビが育てた素晴らしい選手たちが自分たちの発想でやって、いいサッカーしたんだから、それは、チャビの能力だ。だから、ジダンとかアンチェロッティ的な能力だ。でも、そこが、なんでこの人使うのとか、その選手は共有力ないじゃん。その選手戦術理解度低いじゃん、みたいな。みたいなことやってると、選手それぞれが戦術的なところはなくても、選手それぞれの能力が120点出るから戦術的じゃなくても勝てるわけじゃん。なんかざっくり言うと、戦術100点、選手100点で200点がいいサッカーだとしたら、戦術60点でも選手140点だったらこれ同じ200点だじゃん。ってなると、選手が上限値以上いったっていうのはその人が育てたみたいなことだから。それがチャビの能力なんよ。だけど、チャビ自体が自分のことを戦術家だって思ってたら、選手を100ある人を、100を110、120、130、140ってできるはずなのに、これを70の人選しかしないで、で、変な戦術使ってるから、これも50とかになっちゃって、結果120みたいになってる。それが今のバルサみたいな感じなんだね。君の。